列を置き、式が近づいた時、ダビデはこう言って王子ソロモンを戒めた。私はこの世のすべてのものがたどる道を行こうとしている。あなたは勇ましく大きくあれ。あなたの神主の務めを守ってその道を歩み、モーセの律法に記されている通り、主の掟と戒めと法と定めを守れ。そうすればあなたは何を行っても、どこに向かっても良い成果を上げることができる。また主は私について告げてくださったこと、あなたの子孫が自分の歩む道に留意し、誠をもって心を尽くし魂を尽くして私の道を歩むなら、イスラエルの王座につく者が立たれることはないという約束を守ってくださるであろう。ダビデは先祖と共に眠りにつき、ダビデの町に葬られた。ダビデがイスラエルの王であった期間は40年に及んだ。彼はヘブロンで7年、エルサレムで33年間王位にあった。ソロモンは父ダビデの王座につき、その支配は確立した。神の御言葉。
マルコによる福音。その時イエスは十二人を呼び寄せ、二人ずつ組にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授け、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋も、また帯の中に金も持たず、ただ履き物は履くように。そして、下着は二枚着てはならない。と命じられた。また、こうも言われた。どこでも、ある家に入ったら、その土地から旅立つ時まで、その家にとどまりなさい。しかし、あなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出て行くとき、彼らへの証として足の裏の埃を払い落としなさい。十二人は出かけて行って、悔い改めさせるために宣教した。そして、多くの悪霊を追い出し、油を塗って、多くの病人を癒した。主の御言葉。